玉と玉とは、新潟県西神原郡野彦村にある、野彦神社付近の菓子屋で作られている、耳を寝かせたギの形を模した、半円形の落眼のこと。野彦神社の神仙として祭神に捧げられるとともに、三景客の土産用として、野彦神社門前の土産物店にも広く卸されている。文政4年に、岩瀬村出身の本間定作が考案したものと、言われている。 定作は、畳職人だったが、片手間に、うさぎの形を模した麦饅頭を売り出したのが、起こりとされている。麦饅頭をせいろで蒸して参拝者に供したと、推測されている。幕末に観光された、越後土産に、や彦とま中の名があった。江戸時代半ば以降、荒野、庶民の自社産経が、盛んになると、各地で自社の門前で売られる土産物菓子とその由緒が、作られたが、 その一つである。明治の初め頃に、聖火業者が、あんの入った米粉菓子を考案して、玉とまんじゅうと称した。地元の聖火業者はこれを、粉菓子に改めて、小粒の小さく愛らしい菓子が売り出された。その後、大行の耳だけ赤く色とった、もの、あん入り、最中性、高鮮とは三本の玉となど、材料や製法の変わったものが売り出された。玉は、 越後一宮にも出た、全南全女が、参拝の証明として買い求めたとされている。大昔、霊峰である、弥彦山には、多くのウサギが住んでいたが、毎日里に里に降りては新漁である田畑を荒らすので、里人たちは困り果てていた。これを聞いた、イ彦ヒ大宮は、山中のウサギたちをみんな集めて、人間の大切な田畑を荒らすことのないようにと里した。 すっかり恐れ入ったウサギたちは、以降絶対に里に降りて、いたずらをしないと固く誓い、以後は田畑が荒れることもなくなった。村人たちは、大変喜んで、大宮様の前にかしこまって、お里しを聞いているウサギたちが丸く控えた姿を、米の粉で形作って献上したところ、大宮はこの歌詞を喜んでお召し上がりになられ、吉行ゆきもちと名付けられた。 ABCDEF や彦村市編纂委員会や彦村市ヤヒ村1971年366ページ AB 玉都の由来新潟県や彦温泉や彦観光協会2016年8月3日閲覧 ABCD や彦村教育委員会や彦コ損辞典点彦ヒコ村2009年353ページ新潟日報 OB ペンクラブ 新、新潟アジ百選新潟日報事業者2001年104から105ページありがとうございます。